田さん。はい、すみません、マスコミさんもいらっしゃったので、はい、ちょっと我々今回9月30日、はい、頑張れプロレス新規バ大会を迎えるにあたってちょっと一つ重大発表を始めました。おお、はい、そちらの発表をちょっと大川さん代表の方に一言、はい、お願いいたします。頑張れプロレスを旗揚げしまして、約半年間我々はプロレスをメジャースポーツにするために、頑張ってまいりました。その半年間で、周りを見渡してみると、本当に頑張っている他のプロレス団体があることに私は気づきました。そういう団体の方々と一緒に頑張りたい、そういう気持ちが私たちにはあります。そこで、プロアマ問わず、中学生大学生、職業問わず年齢問わず9月30日頑張れプロレス新規模大会で提供マッチをしていただける団体を募集しております。なおこの提供試合の募集にあたりまして募集要項の方を発表させていただきます。募集要項の方はですね、頑張れプロレス公式、ミクシーのコミュニティサイト、こちらにですね新しいスレッドを立てますので、ぜひ、試合を組んでいただけるという団体さんがしましたらこちらのスレッドに、書き込みをお願いします。また、大川代表にも直接、メッセージを送っていただく方法でも構いません。ですので、最低条件としてミクシーに、加入しているかどうかが重要になります。まず頑張れプロレスに、9月30日に提供試合を1試合、参加したいという団体様がいらっしゃいましたら、ミクシーの方から、我々に、ぜひメッセージを送っていただければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、チケット売ってます。チケット販売しておりますいらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、あと1週間ですが、提供試合を募集しております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この動画にですね、はい、募集要項も載っけますんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。します。はい、いかがでしょうか。9月30日、月曜日。3500円です。はい、いかがでしょうか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。いかがでしょうか。いらっしゃいませ。いかがですか。はい、いかがでしょうか。いかがでしょうか。言ってますよ。いらっしゃいませ。はい、いかがでしょうか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いかがですか。いらっしゃいませ。今何姿勢が出るな、おい。チケットあんま売れてっか、おい。なあ、お前ら、次の新木場が俺らとやられて最後になるから、しっかりチケット売っとけよ。しっかり蓄え作っとかねえとな。おい、もうお前らプロレスできねえからよ。お前ら、クズ団体最後だ。最後だよ。最後じゃねえよ、お前。売ってんだよ、チケット前に売ってんだよ。うん、頑張ってんだよ。売れてんの？売れてんのか？売れてんのか？うん、まだ1週間あるじゃねえか。ああ、売れてねえに決まってんだろ。おい、誰がこんなクズ団体応援すると思ってんの？おい、分かってんのか？いいか、お前らクズなんだよ。なんでそれが分かんねえんだなあ。そうだよ。クズクズクズじゃねえよ、俺たちはよ。一生懸命やってんだろ。いいよ、分かったよ、分かったから。まあ、美しい顔近づけんだから。まあ、次で終わりだから、頑張って行ってくれよな。あ、頑張ってくれよ。なんだよ、なんだよ、なんだよ、おい、なんだよ、なんだよ。おい、ひょっとして俺に喧嘩売ってんのか。そうだよ、お前。おい、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 ふざけんなよ。やってやるぞ。おい、待ってよ、おら。お前、波口さんに手出してんじゃねえぞ、おら。なんだ、おら。ベンチプレス50キロ上げるようになったもんな。
買ってやるよ。じゃあこっちはよ、こいつと俺と先生、おお3人で相手してやるよ。よしよしよし、どうだ俺、やり合うのがある。おお受けてやるよ。お前ら、お前ら、俺はな、頑張れプロレス、お前らにめちゃくちゃされて、てめえら憎くて憎くてしょうがねえんだよ。なあ、もう最終決着戦だよ。おいおお、やってやるよ。おい、ビリビリアクションで、ビリビリアクションで勝負だ。言ったな。どうだよ、言ったよ。お前受けねえのか、お前ら。逃げんじゃねえぞ、この野郎。おお上手だ、てめえら。おい、これでお前終わりだよ。クズプロレス、いよいよ終わりね。やめよ。最終日だ。最後だ。おい、最後だぞ、お前。もし興味があるんだったらよ、こいつらハーレだと思うんだったら、まあ、会場来てやれよ、おい。おい、先生も俺もお前をボッコボコにして、もう二度とプロレスできないようにしてやるよ。おい、それからお前もよ、しっかりやりたかったらこいつについていくんじゃなくて俺らと一緒にやるの、ちゃんと考えてるよ。おい、どうぞ行きましょう。楽屋3人で楽しみにしてるよ。そうやな、バッドテンション。せやこの野郎。今なり大丈夫か、今なり大丈夫か、大丈夫か、今なり、今なり、今なり、おい、やるぞ俺とお前で、おいなあ、やってやるぞ、あいつら三人倒しちゃうよ俺らが、なあ、できるな今なりよ、大丈夫だな、おい、俺ら二人で、おう、俺ら二人でやってやるよ、もうなあ。いや、あの、失礼します。お前なんで、マキロダイさん、大川さん、お前今、見てたの、見てたの、なんで助けねえんだよ、お前。動けませんでした。動けねえじゃねえよ。悔しいだろ、あんなこと言われて。ああ、はい、最初から助ける気ねえんだろ。なんだよ、棒立ちだったのかよ。すいません、やらせてください。あ、今の決まった試合も残りの一枠に前入りたいの。いや、いらねえよ、お前なんか。もう、棒立ちのやつなんかいらねえんだよ、帰ってくれよ、お前。やります。もういらないの。やらせてください。もう、そんな勇気ないやつは戦えないんだよ。プロレスのリングで戦えないの、そんな勇気がないやつは。いらないの、もう帰ってよ、もう、ほんと。助けられないやつなんかいらないよ。やります。俺のこと助けられないやつなんかいらない。大川さん、僕は先日仕事が決まって働いてました。お、ただ職場の環境に馴染めなくいじめられてしまって、また辞めてしまいました。僕はまだ弱い、僕も分かってます、それは。でも僕はプロレスしかないんです。大川さんたちの役に立ちたいです。だから3人目やらせてください。僕は生まれは変わりたいんです。3人目やらせてください。よろしくお願いします。
ム、俺たちの仲間の3人目として、あいつらナビグッと一緒に、ナビグッと倒すために戦うぞな。ただだ、お前の覚悟が偽物で、炎の特訓クリアできなかったら俺たち2人でも戦うな。それでできなかったら俺たち2人でいいよ。覚悟決めろよ。わかりました、炎の特訓やらせていただきます。はぁ、9月30日で、はぁ、よろしくお願いします。頑張れよ。頑張ります。頑張れよ。頑張ります。頑張れよ。はい、おーい、やります。おーさん、待ってるよ。はい。失礼します。小谷頑張れ。頑張れよ。頑張れ。頑張れ。頑張れ。すいません。人間も入ったりしましたけども、もう一つ追加カード決まってます。9月30日頑張れプロレス追加カード、リッキー・フジ VS 翔太が決定いたしました。ぜひこちらのカードもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。